東洋英和女学院小学部は東京都港区六本木に所在するミッション系の私立女子小学校。設置者は学校法人東洋英和女学院。教派はキリスト教プロテスタント。ほぼすべての生徒が東洋英和女学院中学部高等部に進学する。カナダメソジスト教会婦人伝道会社から派遣された宣教師マーサカートメルにより、 1884年、アザブトリーザ坂に開設された、敬心奉仕の標語をもとにしたキリスト教教育を行っている。毎朝礼拝から1日の学校活動が始まる。紺のセーラー服。ゴールドのラインに、ガーネットのネクタイ。左肩袖に交渉。紺の帽子。白のブラウスに、青のジャンパースカート白のセーラー服。白の襟。白のラインに、ガーネットのネクタイ。 白の帽子、グレーのジャンパースカートジロ、青、黄色、水色、赤、緑の全6種類である。入学から卒業まで6年間学年カラーとして変わらない。卒業後は次年度の1年生に色が受け継がれていく。1学年に2クラスあるが、1組はピンク、2組は黄色とクラスカラーが存在する。ありがとうございます。